はいどうも、こまみです。え、先日さ、まあ、ちょ、ちょ、ちょっとね、あの、とあることがあってさ、<laughs> 詐欺ってめっちゃ怖いなって思ったね、あのことがあったからね、ぜひ紹介しようかなと思うんですけど、えー、ほら、今あのー、シンコロの関係で、えー、ワクチン接種が、えー、あっちこっちで行われる、取るじゃないですか。ね。で、あのー、俺自体はまだなんだけど、1回目すらちょっとまだ打ててないんだけど、えー、だいたい8月の末くらいから、 えっと、あの、ワクチンの接種券が、やっと配布される、みたいな。で、そこから予約して、みたいな感じだったんやけど、それよりちょっと、一足、あの、お先に、えー、っとね、その、ワクチン接種できるようになったんすよ。うん。その、予約番号とかは後ででいいから、とりあえず、あの、申請だけというか、予約だけ取りますよ、みたいな。名前でね、名前で予約だけ取りますよ、みたいな感じで。うん。でね、えー、それ父親経由で、 あの、もらったわけよ。父親が働いてる会社が、なんか職域接種やっとって、で、その職域接種もかなり、あの、もう、みんな2回目とか普通に出てきたから、じゃあ、その、同居しとる家族。うん。っていうので、えー、俺が、その、打てるようになったんですよ。うん。その職域接種の範囲が広がったっていう。まあ、それ自体は別にあの、いいことだからさ。ね。もちろん。 当たり前だけど。ね。もうあんなもささと打つに、ね、ワクチンなんてささと打つに越したことないからさ。ね。えー、まあ、それはそれでいいんだけど、うん。そこでね、あのー、なんだろう、今までその父親と、えー、連絡って全部 LINE でやっとったわけよ。うん。で、あのー、向こうはその父親が携帯変えてから、あの、てっきり俺、その電話番号を登録しとると思い込んどってずっと。ね。電話帳に。 <laughs> で、あの、電話来たわけよ、突然。知らん番号から。うん。突然知らん番号から電話が来て、で、あの、父親は俺にかけとるっていうつもりだから、別になんか、ね、あの、名前を言ってくれるわけでもなく、ね、あの、突然、あの、要件から始めるわけやねんか。ちょっとワクチン接種、職域接種でワクチン打てるようになったんだけど、打つみたいな話来てさ。うん。でも俺はさ、あの、まあ、まあ、まあ、登録したら俺が悪かったんやけどさ、 ね。えー、じゃあ電話が来てね。多分父親だろうってある声で、その、ね、電話とほらちょっと声変わるからさ。うん。そんな声で、じゃあワクチンの接種するって。ね、電話かかってきてさ。で、あーと思って。まあ、父親なんだろうなあっていう。番号、番号違うけど。<laughs> 番号、番号違うけど、父親なんだろうな っていう感じのね、ぼやっとした思いで、一応電話を受け取ったわけよ。うん。あうつうつう、みたいな。うん。もう父親だよな、みたいな。<laughs> 7割くらいってね、7割8割くらい。うん、父親だよな、っていう。でも2割3割やっぱ疑っとるわけですよ。あれと思って、ちょっとこれなんか声違うし、みたいな。しかも今ほらマスクしとくからさ、ちょっと声こもるやん。うん。それも相まってね。<laughs> でね、じゃあの、予約するから、その、生年月日と、ね、 あの、生年月日教えてくれって言うわけよ。うん。ああ、と思ってさ、その時にさ、そのね、俺の3割4割のさ、そのね、父親だよなっていう疑いがさ、もう4割5割2割増えてさ、ああ、と思って。で、例えばここでさ、ね、あの、お、おとんやろみたいな話でするねえか。けどそしたら、ね、向こうがおとんであれ、おとんでなかれ、ね、そうだよって言ってしまったら、こっちはそれで信じるしかないわけやねか。 <laughs> そうなんすよ。あの、怖いんすよ。だってほら、でも向こうは俺にかけとる、その、つもりだから別に名乗ることないしさ。ねえ、表示出るやん。<laughs> そんなバカなと思って。で、あの、番号違うけどって言っても、ね、あの、じゃあ例えば今回の件じゃなくても、じゃあこれが例えば振り込め詐欺とかだった場合ね、番号違うんだけどって言ったときに、ね、 じゃあどうなるかって言ったら、あの友達の借りたとかさ、会社の電話とかさ、ね。<laughs> そういうこと言えば、ああ、そうなんだってなるわけやねかね。あ、そうなった時に、そうなった時にさ、あ、あの、防ぐ手段がねえと思って、ね。いや、ちょっと大人だったらなんか、ねその、息子に、それはよく言われるねえかあの、テレビとかでもさ、その子供しか、ね、その子供だったりとか、 俺俺オレオレ詐欺とかもそうやんか、結局。ね。あのー、そのなんか子供しか答えられない質問をしましょう、みたいなこと言われるねか。うん。それもまた違うやん。うん。あれってなんか、あのー、なんだろう。第三者、関係ない男子、第三者だから思いつく案かもしれんけど、実際のとこ、じゃあ、当事者からしたら、そんなのは質問できるわけないねんか、普通に。いや、そんなこと言われたもんって感じやねんか。 <laughs> いや、本当に怖えなと思って。まあ今回はね、あの父親だったから別に問題なかったんやけどさ。ね。じゃあ、ふと割れに帰ってね。あの、じゃあ、これが、その、ね。<laughs> じゃ振り込め詐欺だった場合、俺は何か防ぐ術があるのかと。うん。やっぱほら、口はうまいからさ、犯人たちって。うん。 そうなった場合、そして、そのね、逆、この逆の立場になったとき、ね、父親とかのその立場になったときに、母親とかの立場になったときに、あの、それを防ぐ術があるのかと思ったら、ないわけですよ。有効な。うん。うわ、これやばいなと思って。そりゃ詐欺ってなくならんなよなと思って。うん。 しかも富山県ってね、あの、振込詐欺の被害額がかか相当やばいね。やっぱ億単位で。<laughs> 億単位でやっぱね、振込詐欺の被害がね、あのー、やばいんですよ。<laughs> そりゃそうだよな。そうなるよなと思って。うん。じゃあ、例えばさ、でもこんなクソい舎だからさ、あのー、なんだろう。じゃあ、その子供たちがもう、その、県外に出てますと。ね。 あの、まあこ、あこのコロナの時期だし、その、もともとそのね、東京とかに行って、東京とか大阪とかに行って、例えば5年くらい経ってます、ね。10年くらい経ってます、みたいな。ね。たまに帰ってくるけど、みたいな時にさ、ね。そんな人に対してさ、そんな状況でさ、そのね、子供しか知らん情報って何ってなんねか。<laughs> それはね、あの、日頃から LINE とかね、そういうメッセージや,り,やり取りしとれば、 ねえあ、昨日の LINE の話聞いてくれたとか言って。うん。確認することもできるねか。ね。いやー、だからなんかね、なんかその注意喚起も込めて、うん。<laughs> 皆さんのご家族にも、これは、マジで、あの、まあ、この動画を別に聞かせる必要はないから、この話をしてあげてほしいと思う。うん。いや、すっごいなんかびっくりした。いざ自分がそういうね、あの、いや、 自分は大丈夫やろって思っとってもさ、結局そういう状況にね、あのー、陥ったら、ものすごくなんか自分というのは本当に無力なんだなっていうのがさ <laughs>、いや、びっくりしたね。うん。防ぐすべがないのよ。全くと言っていいほど。 ま、多分、その思いつく限りの最適解で言ったら、あ、ちょっとじゃあ、一応なんかこのご時世だし、ちょっとね、向こう取り乱しとるフリーをするかもしれんけどね。いや、事故って相手の示談がっていう上トークとかね。そんなんじゃないけど、ね。そこら辺はやっぱ聞かなあかんよね。うん。それこそで青年月日とかも下手したら知られる時代だからね。このご時世。ねえ。 だからなんかそのね、あの、家族間家族間では、ま、こまめなやりとりうん。を、なんか定期的なね、やりとりってのをすることによって、あ、あのー、おとついの LINE の、えー、メッセージ内容、何か言ってよ、みたいな。うん。確認のためにって。うん。すぐすぐ済むねか、って。なった場合、うん、そういう確認方法が、 ワンチャン使えるんじゃないかなっていうくらい。いや、でも怖いなと思ったもん。詐欺ってなくならんわって思ったもん。うん。皆さんも本当気をつけてくださいね。はい。<laughs> そんな感じのお話でございました。ぜひね、あの、皆さんのご家族にもそういう事例があったよということで、あの、注意喚起していただけたらなと思います。はい。以上、ごまみりでした。